水上温泉は、群馬県利根郡水上町にある温泉。谷川学南麓一帯を水上温泉郷と呼び、その根幹をなす、中心温泉地である。戦後になって交通アクセスの良さを理由に大幅に、規模を拡大し、草津やイカホと並ぶ、県下有数の温泉地として発展した。神戸カルタでは、水の札に水上谷川スキーと、登山として再録されている。 上越線の JR 水上駅近く、利根川上流の渓流沿いの崖に所狭しと大小の宿泊施設が出費する。その合間を縫って諏訪橋や水上橋があり、紅葉シーズンには多くの観光客で賑わう。温泉街をゆっくりと走る土手橋は水上温泉を代表する風物詩となっている。利根川にはいくつもの橋がかかっており、湯原橋、水上橋は ライトアップで知られる。スマートボールなどの遊戯場を有する昔ながらの温泉街は、今日では物珍しさによって注目を浴びている部分がある。宿泊客を対象とした温泉地であるために、日帰りの温泉施設は規模に反して少ないが、今日では多くの旅館が日帰り客に対応するようになっている。また、町営の温泉施設、ゆてるめ。 谷川や足湯が楽しめる、触れ合い交流感などがあり、多様化するニーズに対応する姿勢を見せている。平家湯伝説としては、A6 年間に、海沖直将が、利根川の崖から立ち上る煙を発見したのが、早々と伝えられる。水上温泉が有名になったのは、和歌山牧水の水上気候であり、この頃にはすでに20ないし30の宿が構えていたと、記されている。 もっとも清水トンネルが開通するまでは、一帯は隔絶された、深山遊国の温泉地として知られた。しかしながら、温泉情緒と、雄大な渓谷美の自然が調和した温泉として、多くの文人に愛され、牧水以外にも、太宰治、北原白州、与謝野秋子など多くの文人牧客が訪れたという。当時は、水上温泉という名ではなく、湯原温泉と呼ばれた。 今日でもこの地名を用いることがある。1931年に国鉄の上越線が開通すると首都圏の奥座式として注目を浴びた。1966年、菊富士ホテル火災が発生した。以後は、急行、湯煙、特急、谷川の運行、国道の整備や関越自動車道との接続などにより、団体旅行客を多数収容できる。 天下有数の行楽温泉地として発展した。並行して、陥落的要素も強くなり、飲み屋やショーパブなども多く出店して、大規模な風俗街を形成した。しかし、それにより熱海や絹川同様、閉鎖的な温泉街を形成し、バブル経済崩壊後、団体旅行客の減少や、旅行客のニーズの変化に伴って、急激に衰退を余儀なくされた。 今日では生き残りをかけて、従来のイメージを払拭すべく、豊かな自然に着目し、一体をレクリエーション拠点と位置づけ、スキーやラフティングなどのアウトドアスポーツに力を入れ、レジャー一体型の温泉保養リゾートを目指しており、一定の成果が見られるようになっている。なお、同様の路線で急登から選抜し、スポーツ拠点として、活路を見出している温泉地としては、 鳥取県の会計温泉が挙げられる。上越新幹線大清水トンネルが工事された際、戦脈の50メートル下をトンネルが通ったことにより、源泉枯れや湯量現象が発生した。1979年には、衆議院の予算委員会でも問題として取り上げられ、日本鉄道建設公団より保障として、新規源泉のボーリング開発が行われた。 2004年に発生した温泉偽装問題では、温泉表記をしながら水道水を利用していた温泉が存在すると報じられた。また、一部旅館では温泉のみ、徴収可能な入湯税も取っていたとして問題となった。水上駅前に廃墟化したホテル大宮があり、地元民は頭を悩ませているという、ありがとうございます。